Kagawa University Next Stage時代が求める専門性の高い教育の実施、人生を豊かにする学び直しの機会の創出など、香川大学は地域の揺るぎない地の拠点として変革を続けています。香川大学ネクストステージ、このコーナーでは香川大学の今と未来を語るキーパーソンに登場していただきます。今回は副学長の城下悦夫さんです。香川大学には副学長というポジションの方が何人かおいでだということなんですけれども、城下副学長はどういう方面のご担当でいらっしゃるんですか？まあ、大きく大学は3つの機能といいますか、教育と研究と地域貢献でございまして、特にその地域貢献の中でいうと、産官学連携という重要なミッションがございまして、そこの特命担当やらせていただいております。なるほど。前のお仕事というのは城下さんどんなことをやってらっしゃったんですか？はい、私はもうずっと金融業界の中を、まあ、ぐるり回ってたということなんですけど、大学卒業して、まず証券会社に入社しました。でそこで、証券セールス営業をですねして、外資系の証券会社、それからインベストメントバンク等々で、フランス、ドイツ、イギリスの方の会社で仕事をさせていただいてたら、自分でセールスするよりも自分で運用した方が早いなというので、ファンドマネージャーになりたいなと思って資産運用会社の方に入ったという流れでございまして、で資産運用会社の中に入ると、当時はそのまあ素晴らしいエンジニアとかメーカーにたくさんいたんですけど、独立してスピンアウトして会社設立して華々しく頑張ってる人たちが増えてきたんですね。むしろそちらの方に投資をした方がいいんじゃないかというので、当時ベンチャーキャピタルっていう会社、まあ、ベンチャーキャピタリストっていうんですけど、アメリカなんかではかなり有名で、社会的な地位も高い職種なんですけど、ベンチャー企業に投資をしてハンズオン経営支援をして、で将来、まあ、上場を目指していくということのお手伝いをする、会社を育てていくとか経営を支援するってなってくると、人の採用、経営者の、まあ、サポート、販路開拓、資金調達、もうさまざまなの赤ひげ先生状態なんですね。それでさまざまな全国の人たちと縁ができて、さまざまなビジネスモデルに触れてっていうことをやってる時に、地方っていうのが非常に面白いなと思ったんです。東京には人とお金はあるけども、物シーズがない、ネタがないっていうか、ビジネスがあんまり面白いのはないと。地方は逆でネタはあるけれども人とお金がないと、まあ、自分がなんか地方に行けば何かできるんじゃないかなっていう感覚があって、まあ地方銀行にも入って地方創生の仕事もさせていただいたと。まあ、それでまあファンドを作ったり、ファンドに投資をしたり、さまざまな事業、新規事業を起こしたりとか、まあ、そういうふうな仕事を中点にやってきた中でお誘いいただいたということでございます。もうまさに実務派ということですよね。研究をしてこう大学の中の組織の中に来た方と、まさにいわゆる外で実務を経験されてきて、その経験知識を大学の中に生かしていこうという。そうですね、本屋さんに行けばほとんどの本は揃うはずなんです。あとさらにインターネットが普及してますので、検索機能もかなり充実してますよね。大概のことは調べられるはずなんですが、言葉で書いてることが実際それをやってみるとできないとかわからないとかたくさんあるんですね。そこが非常に本当は大事で、それを教えるっていうか、まあ、それをその伝えるっていうのは非常に重要で、ビジネスとビジネスの間の部分ってやっぱそこ以上の大きいところなんですね。まあ、そこが一番私は重要だと思ってて、今
まあ、いろいろ日夜頑張ってる状態なんですけど、地域と連携していくその自治体と学生と大学とっていうのは、まあ、私たちも今までもイメージがつきやすいものなんですけども、ズバリ企業と組んでっていうこともたくさん事例が出てくるんでしょうか。そうですね、大学としての魅力、学生としての魅力、企業、まあ、先生としての魅力を高める中で関係ができるわけですけれども、企業と企業、まあ、企業間の連携で言いますと共同研究という形で、企業さんが何かしら経営課題があってやりたいことがあって、その、ベースになるものが大学が持ってて、で、まあ、企業さん大体、事業化していきたいとかね、ビジネスに持っていきたいということなんですけど、大学に関して言うと、あのビジネス化、事業化することが目的ではなくて、大学で研究してきた研究シーズを役に立ててほしいというか、世の中に還元するという立場になるんですね。だそこがうまく合えば共同研究がスタートすると。イノベーションデザイン研究所というのは一昨年の10月に立ち上げまして、学部横断的なちょっと大きい案件を取り扱っていこうというようなことで、愛生日生童話損保さんと一緒に共同研究してます、MaaS って言いまして、モビリティアサービスという、まあ、通常の、公共交通手段を使うに、まあ、IT を絡めてですね、街づくりしていくような、まあ、そういう大きい、ものすごく大きいテーマ の研究もスタートしております。金融機関さんと組んで、まあ、これは乙女にホーディングスさんなんですが、香川大学と徳島大学、それから阿南高専さん、香川高専さん等々でですね、経済の活性化、それから教育人材教育の面、それから大学発ベンチャーに相当するようなシーズに対する投資をするスキームとかですね、そういったものも一緒にやろうということになってますね。これからはどういったものを世の中に出したらいいのかってこと自体もわからないぐらいスピードが速い、多様化してるんですね。論文を見てこの先生はこの専門ねっていう話をしたところで、もしかすると企業が欲しい領域ではないかもからないです。研究される本人もそういうそのスピード感についていきたいという思いもやっぱり、そうです、終わりなんでしょうね。ですから我々、私のような、まあ、例えば産官学連携の担当しているものの最大のミッションというのはマッチングですよね。マッチングさせていくためにお互いが知らないといけない。それは非常に似て非なるものがたくさんある中で、どうやってそれをくっつけていくかっていう話になるんです。我々の大学とは大学の先生のことをよく知る、大学のことを知る、学生のことを知る、全部知ることから始まり、まあ、例えば企業さんとか自治体さんも含めてどういうことを欲してるのか、どうなのかと、逆に今は分からないけど5年後の世の中こうなるとすれば、こういうシナリオの中で言うと多分この企業はこういうふうなことになっていくだろうな、そうするとこういうことが必要になっていくんじゃないかなという仮説を立てたりと、さまざまなアプローチの中で接点を探します。そうすると大学っていうところはやっぱり組織的にどちらかというと縦割りになってる。しかし外に対するアプローチっていうのは大学は一つにならないと、ワンチームにならないといけないので、そうすると中の連携って話になっていきますね。連携、絆、つながり、これ外も中も同じと。最近はもう物事の世界で一つの領域で収まりませんから、何かやろうとすると入り口から出口までさまざまな分野が入ってくるんですね。ですから E の交渉連携って、ほとんど の学部との連携で一つのものができるってことも当然ありますよね。ですね、この分野は医学部、この分野は経済学部、この分野は工学部っていう風な、ね、流れになってくるんですね。大学同士の連携も当然あって、はい、大学は大学で、本学と別の大学さんが持ってるそれぞれのシーズをお互い合わせて、そのシーズを育てていってもっと大きいシーズですねにしていくということも大事なんですね。大学の話が出ましたけれども、香川大学はその他の大学、特に首都圏の東京の私立の大学、それもかなり個性的な大学と連携してらっしゃいますよね。まずは芝浦工大と香川大学の、まあ、関係ができたんですね、まあ、向こうはかなり国際的な大学で工学分野、我々は、地方国立の総合大学
向こうは私立首都圏の短科大学という組み合わせで、お互いまあ生かし合える関係、まあ、それがあるんだったらじゃあ今度別の領域でできないかなと。今だと津田塾大学と関係あります。ここはもう女性って話、女子大ですよ ね、はい、名門女子大、もう一つ東京農業大学さん、これは農業の分野の短科大学、はい、お互いの、まあ物同士をうまくいいとこ取りすると何かいいものできるっていう関係だなと思ったんです。香川大学とそういった大学との将来的な、例えば単位交換であるとかさまざまなことが出てくるかも分かりません。今人材交流でさまざまなこと、研究の交流、学生の交流、さまざまなことをやっておりますけど、発展期はどんどんありますので、香川大学に行ったら香川大学の教職員ないしは学生ないしは中にはないかも分からないけれども、連携している大学の中にはあるかも分からない。それお互い様でそういったものが生まれてくると、まあ、例えば香川県にある国立の香川大学にも叩けば何かしらの答えが返ってくるっていうこともあるかもしれません。まあ、そういうネットワークが縦につながって横っていう、まあ、横もそうなんですけど、縦のハブ、先ほど申し上げましたハブの、まあ、高度化っていうんですけど、やることによって魅力度が高まっていく、また高まった魅力度をまた武器にしてまた広げていく、それで卒業した学生さんが一生懸命社会で活躍していただいて、さらにまたそこに乗っけてもらうということで、人のエコシステムのエコ循環がどんどん進んでいく、循環が進んでいく、はい、いう意味では循環という意味ではエコシステムは人とお金があるんですね。海外の大学のように大学のシリーズを事業化して、それを成功させたものをもう一回大学に還流させるシステムがもうすでに確立しておりますけども、日本はまだまだそれが進んでいない。大学でしかできない仕事、業務を大学がやる、ちょっとどっちかというと高校の延長線上にあるようなところもあるので、大学ってやっぱ専門的な領域ってなってくるので、それをさらに尖らせたような状態のところになるかも分かりませんし、新しい、教育とか研究分野が生まれてくる可能性があります。っていうのをこれだけ、まあ、分からなかった、コロナのような新型コロナのようなことが起こったりとかしていくわけですよね。でそれに対する対応であったりとか、その研究であったりとかもあるかもしれません。まあ、ただやっぱりそうは言っても大学の良さっていうのは企業と違って利益を追求するところではないので、まあ気象塔のようにですね、やっぱりふとしたことからすごいことにつながっていく、研究につながっていくっていう、それっていうのは一見無駄だと思っているようなことをやれる環境だからこそそれができるということですね。それはそれでずっと残しておいていただきたいなと思いますし、そういうふうに関係者は努力しないといけないと思うんですね。一方では、まあ、人が育つ、どんどん外に出していく、さらに大学は進化し続けると、これからはその香川大学初のベンチャーが珍しいではなく当たり前になってくる、はい、そんな時代が来るかもしれない、それはありがたい話ですね。そういう人材がどんどん出てくるということになりますと、まあシリコンバレーみたいな形にはなかなか難しいかも分かりませんけど、香川っていう土地柄はそういう人材を生むなんかの土壌があるのかなって思えるぐらいになるといいですよね。ゴール設定はせずにですね、どんどん前に進んでいくと。私もどうも自身の世代が、少し息切れしたらバトンタッチをすればいいので、その連続ですよね。でバトンタッチをしたらその人たちはまた別の方向に向かっててもいいですから、とにかく前に進んでいくというプロセスを見たいですね、うん、香川大学ネクストステージ、今日は副学長の城下さんにおいでいただきまして、ネクストステージ、まさに広がる、そして広がり続ける大学の話聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。